光栄でございます。僕たち、2年生は、今日が最後のライブの人が結構多くて、今日は2つぐらい、みんなに話したいことっていうか、まあ、なんか聞いてほしいことっていうのがありまして、じゃあまず1個目、この曲の間に話したいと思います。まあ、バンプオブチキンのコピーバンドなんですけど、もともとバンプオブチキンのことから
ずっと好きでありまして、僕は。で、高校の時からバンドをやってるんですけども、最初、そのバンドやらないみたいに伝われた時は、やるいや、でも人前でなんかその嫌いだしな。まあそれはなんかみんな見てもらえば、見てもらえば分かると思うんだよ、僕。人前で喋るの苦手だし、歌うなんてめっそうもないみたいな。いや、でも歌うのは好きだったし、何よりなんか、その、なんていうの、自分の好きなバンドに、その、なんていうの、同じことをしてるっていう、ただそれだけで、その、なんか楽しくて、まあ、そのバンドっていうのを始めて、まあ、今まで、高校3年間と大学の1年半を、ずっとバンドを結構やって、育ってきたという、そういう感じなんですけど、まあ、努力とか、やっぱするじゃないですか、だって。で、そうなった時に、やっぱ、このバンド、があったからっていうのはちょっと大げさかもしれないですけど、まあ、このバンドがあったから、まあなんかこのバンドを目指してっていうか、そういう感じで、努力っていうのは自分は重ねてこれたと思って、でその、まあ、音楽に関わらず何でもそうだと思うんですけど、まあ、なんか誰だって自分の中にそのなんていうんですか、そのこれはずっと尊敬してるとか、これがあるから頑張れるみたいなのはあると思って、んですよ。で、まあその場合、僕の場合はそれがそのバンブーチキンっていうバンドで、音楽のみならず勉強とかもいろいろこのバンドに助けられたことが何度もあって、で、そのなんていうんですか、今日初めて、人生で初めてこのバンドをそのコピーちゃんとできてるかわかんないですけども、コピーしてて、やっちゃいますよ。そういう意味じゃないです。抜けたり、本当に、今すごい幸せな気分でいっぱいです。それでなんかみんな、この聞いてくれてるみんながいるっていうのも幸せなんだなと思って、だから皆さんありがとうございます。あと3曲バンブーチキンのコピーを実際やってたんですけども、ここら辺からそろそろみんな知ってるんじゃないかな、曲を。だからみんなでどんどん持っていければいいなと思ってます。まだまだ、イッテラオカイライブは続きますよ。行きますか。楽しんでいきましょう。あの女、いつも心を覗いたら
最初に、本当にこんな素敵 なんかいろんな友達のサークルとかをまあ見るんですけど、こんな素敵なサークルはないんじゃないかと、まあ、本当になんか自分で言うのもあるんですけど、本当にこんな素敵なサークルってなかなかないんじゃないかなって、思えるようなサークルで、本当に SMC のことが大好きです。1年半、お世話になりました。ありがとうございます。幹事長という役職をやらせていただいて、まあ幹事長をやったのは1年なんですけど、まあ、大変なこととか辛かった時とかたくさんあって、でまあ、それでも成長できたっていう実感は ありますし、辛い時とか大変な時にまあ支えてくれたり叱ってくれたり、たくさんしてくれた、まあ、7期の幹部のみんなには本当にいつも感謝してるし、同期のみんなも本当にいつも感謝してます。ありがとう。まあ、留学っていうことですね。1年、みんなそれぞれの場所に飛び出すと思うんですけど、まあ、僕は留学っていうのは、まあ、もちろん勉強っていうのも、あるんですけど、それぞれ自分のしたいことに打ち込める1年になるのかなって思ってて、まあ、僕の場合はそれが音楽でありたいなっていうのがちょっとあって、まあ、下手くそなりに練習して、まあ、帰ってきたらいろいろやりたいこととかもあって、まあ、オリジナルとかねやろうね、帰ってきたら、そういうのを、まあ、視野に入れて、あっちで頑張ろうかなって気でいます。そうですね、だからまあ頑張るっていう意思はあって前向きには捉えてるんですけど、やっぱり、悲しいですね。1年半同じ環境にずっと身を置いてて、そこから離れるっていうのは本当怖いことですし、帰ってきたらまた違う形の SMC があるんじゃないかとか、そういう不安もあったりして本当に悲しいんですよ。それに、置いてきたくないもの
ばっかりで、それはもう同期だったり先輩だったり後輩だったり、本当に置いてきたくないものが本当にたくさんあって、それをそれを、持っていけたらいいなとか思うんですけど、でもやっぱりこれは一人で行くものじゃないですか、やっぱり学っていうのは。だからまあ頑張ります。あっちで1年間頑張って、また笑顔で1年後このステージの上で会えるのを楽しみにしてます。ありがとうございます。最後くらい異常があるところね、ちゃんと考えてきたんだよ。バカ野郎、飲み会の話はしっかりやめろ。そんな、素敵な君たち同期と素敵な後輩たち と、本当に偉大な先輩方に、次の歌を送ろうと思います。聴いてください、友達の歌。今私が泣いていても、あなた
もう大丈夫、もう泣かない。
アンコールありがとうございます。まさか、まさかアンコールもらえるなんて思いもしませんでしたよ。6曲目 T シャツもこれシルスミュージッククラブっていう俺の大好きなサークルの T シャツなんです。最後、本当に最後の曲です。もうなんか泣いちゃって泣いちゃったんですけども、もう大丈夫です。本当にみんなの大好きなこの曲で終わりたいと思います。
the midnight train.